明治9年に、初めて、この展示会が始まりまして、今回で102回目なんですけれども、市民の方々にその料理屋の技、そういうものを見ていただく、それが第一で、そしてこの干支と歌会始めを中心とした表現の仕方、また各お店の特徴をそれぞれ展示しております。そしてこの干支と歌会始めを中心とした表現の仕方、また各お店の特徴をそれぞれ展示しております。王様とか殿様のお食事じゃなくて、どちらかというと、庶民の食事、着物屋さんですとか呉服屋さんのその売り出しですね。京料理というのもすごく季節を、季節感を大切にします。ですから季節感のあるお料理、もうお料理を見て今こんな季節というものがすぐに感じられるようなもの、それと、見て美しく食べておいしいという、